さんこんにちは。 OHK アナウンサーの藤本久美です。ここからは OHK アナのクスクスのお時間をどうぞお楽しみください。今日は私がどうしてもやめられない癖というんでしょうかね、実はこうなんですという秘密を皆さんにお話ししたいと思うんですが、まあだらだらと私が喋るだけでは面白くないと思いますので、美味しいドリンクとスイーツも用意しました。こちらです。季節限定のタロイモミルクと、その隣にあるのが黒糖ルールコンドラミルクティー、そして大きな台湾カステラです。もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、イオンモール岡山1階にある新安寺というお店の商品です。タピオカドリンク専門店で美味しい商品がたくさんあるので、私もいつも利用させてもらっています。無性にねタピオカが飲みたくなる時ってあるんですよね。なので今日はこちらをいただきながら皆さんと一緒にお話をしていけたらなと思います。ぜひ皆さんもおやつなどを食べながら、リラックスして私のクスクス話をクスッとしながら聞いていただけたら嬉しいです。ちょっと最初に試食をさせてもらいますね。まずはタロイモミルクです。このマーブルが綺麗ですよね。思いっきり混ぜていただくそうですよ。あ、下の部分はあったかい、まだ上は冷たいのに。うん、甘い。芋の甘さが存分に出てますね。あと芋のペースト状もそのまま入っているので、本当に芋好きにはたまらない。わー、でも甘すぎず上品な甘さだ。うん、これ冬季限定で1月2月頃までは販売されているということですので、ぜひ芋が大好きで、あといつもとちょっと違う商品が飲みたいなという方にはぴったりだと思います。美味しいですね、タロイモミルク、季節限定の商品です。さあ続いて黒糖ルールコンドラミルクティーですね。こちらも層になっているので、しっかりと混ぜ合わせてから、今の1回でタピオカが6個ぐらい入ってきました。うん、わ、もっちりしたタピオカとこのミルクティーのちょっとこう爽やかなすっきりした味わいがぴったりですね。ルールコンドラという茶葉を使っているらしいんですね。また黒糖がいい役割をしています。美味しい。今日はこの美味しいドリンクを飲みながらお話ししていきますね、はい、さあ気になる今日のテーマなんですけれども、今日のテーマはこちらです。今の映像を見ていただいてピンときた方いらっしゃるかな。やめられない私の秘密です。昔から洋服や靴の色違い買いがやめられずに、どんどん同じデザイン、同じ服の色違いがお家に増えていっているわけですね。まあ皆さんも T シャツなどを色違いで購入しますよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、最近ちょっとその増えてきた服や靴を見ながら、これは私は度が過ぎているのではないかと思うようになりまして、まあ、今 VTR を見ていただいたんですが、大量に家の中にありました。ちょっと一つずつ紹介というか解説をしていきますね。まずはアウター、こちらです。これは白と黒のアウターを2色買いまして、まあシンプルなものが大好きで、で多分これだったらどちらもいろんな服装に合わせられるし、生地もツルツルで気持ちよかったので黒と白に絞りきれませんでした。結構 2,3 年ぐらいは使ってますね、重宝してます。続いてこちらです、はい、これは大阪を拠点に販売しているブランドの服なんですけれども、そこのブランド自体がちょっと奇抜で斬新なデザインが多くて、それが私は大好きだったんですね。で大阪に遊びに行った時に買うようにしていたんですが、その時いつも思うのが、いや岡山にはないお店だから
どっちも欲しいんだったらどっちも買わないと絶対後悔するなと思って、この時も黒と白を決められずに2色買いました。だけど正直黒しかあまり着ていません。でもあまり見かけないデザインなので、これも迷って絞りきれませんでした。続いて、はい、これは本当にシンプルな V ネックのニットで、私はシンプルなものが好きなので、そうですね、黒と白どちらかにすればいいんでしょうけど、どっちも好きなんですよね、黒と白、はい、これも迷ってしまい黒しかあまり着ていません。続いてこちらです。はい、本当に同じような色ばかりですね。これはキュッとなったデザインがすごく気に入って、黒とグレーを買ったんですが、まあ、黒ばかり着ているとちょっといつも暗いイメージになっちゃうかなと思ったので、グレーも一緒に買おうと思って、これもあまり見かけないデザインなので2色買いしました。続いてこちらです。はい、これもね、珍しいデザインですよね。あの裾と袖のこの先の部分だけが色がバイカラーになっていて、すごく着心地もいいタートルネックなんですね。これはもう一目見た時から絶対2色買おうと決めました。絶対選べきれないなと思って、これはどちらもお気に入りです。はい、続いてこちら、これね、あのパールがついた珍しいデザインの服、パンツなんですけれども、緑と白はこれは迷いました。試着もしました、試着もしたんですが、いつも店員さんに私が言うのが、でもこれ全然全く違う色なので2色あっても困らないですよねって、ちょっと念押しをしてもらうように聞くんですね。そうすると必ずそうですねって、どちらもあのうまく着こなしで使っていただけると思いますって言ってくださるので、そうですよねって言って買ってしまいます。グリーンと綺麗なあのベージュの2色買いをしてしまいました。でもあんまりまだ使っていません。続いてこちらです。はい、これはしっかりしたタイトスカートなんですけれども、ブルーもすごく綺麗だし、白も白で絶対いろんな場面で使えるので、これもね、もう初めの方から2色買おうって決めてました。どちらもオフィスにも着ていってるし、私服でも着ている大好きなスカートです。続いてこちら、はい、パンツですね。3色買いをしてしまいました。店舗でも売っているんですけれども、これはネット通販で購入したもので、とっても肌触りが良くて、でパンツってどれだけあっても困らないですよね。で自分に合ったそのフィット感、そしてなんか丈とかって、なかなか私これだと思うパンツに出会えないんですね。だからこれは店舗で着用して、あ、これいいなっていうのは頭に入っていたので、もう3着通販で購入しました。すべてもうヘビロテしてます。続いてこちら、これもまたタイトスカートですね。ピンクと白どちらも淡い色で可愛いですよね。これもそのどうして選びきれなかったのかというと、自分のこの腰回りですとか、こう足の形にフィットしたんですね、試着をすると。でなかなかこうピタッと自分の体に沿うスカートっていうのにも出会わないので、これは見逃したらダメだなと思って迷ったんですけど2着買いました。まだありますか？続いて、あ、靴部門に来ましたね。靴ね、これ4つ全部一緒です。同じブランド同じ靴です。私はヒールが高いのが好きなので、これも全部ヒールが10センチぐらいですね。で、あのエナメルです。エナメルのパンプスで、ヒールが高いのにもかかわらずすごく歩きやすくて疲れにくいんですね。で、ベージュ、これ2色全く同じなんですが、1つの方は少し汚れてきたので、まあ汚れてもいい場所に行くとき用のベージュパンプスで、もう1つは綺麗なので大事に使う、お仕事とかね、大切な場面に履いていくときのパンプスっていうような使い方を分けています。そして続いて最後の写真、これも靴ですね。これはね、スウェードの、あのこれもヒールが高いパンプスなんですけれども、ワインレッドとブラックとベージュ3色ですね。もうこうやって見ると本当に靴だけでもなんで1色に絞りきれないんだろうっていう感じがしますけれども、無理なんですよね。これも可愛くて大好きなので重宝しています。さあ、すべて出揃いましたね。はい、いや本当にいろんな商品を私は色違いで買っていますね。買うときに
どっちかに絞らないとって思うんですけれども、やっぱり無理なんですよね。で、私みたいな方が他にもたくさんいらっしゃるのかなと思って、ネットで調べていたところ、結構多いみたいで、7割ぐらいの方が今まで色違いを買ってみました、買っちゃいますっていう方がいらっしゃるそうなんですね。で、まあ、その理由としては、こう着回しが効いたりとか、コーデに困らない、あと自分にこう似合った服があまり見つからないっていう方が多いみたいで、あ、私と同じ方が多くいらっしゃるんだとちょっとほっとしました。あと、ある本の素敵な文章を見つけて皆さんに紹介したいと思います。自分に似合う服に出会ったなら、どうぞもう一着色違いで買い揃えてください。私は似合う好きな形の服に出会うと全ての色を買いたくなります。同じ型の洋服を2着買うことに抵抗がある人が多いようですが、似合う服に出会うという幸運に恵まれたのですから、そのチャンスを広げましょう。これがすごく腑に落ちたんですね、私の中で。つまり、まあ、自分のこだわりであったりとか、こう着心地すべてにフィットする服に出会うのって簡単なことではないじゃないですか。なので、色違いでも買いたいぐらい魅力でそう思える服に出会えたんだと、それを幸運だと思いましょうという文章なんですけれども、あ、その通りだなと思いました。なので、まあ、私も今後色違いの服をまた買いたくなった時は、これは幸運なんだと自信を持って、はい、思って、幸せと思って購入するようにしたいと思います。今日は私のどうしてもやめられない癖について、秘密をお話ししました。楽しんでいただけましたでしょうか。これからも OHK アナのクスクスのお時間でいろんなお話をしていこうと思いますので、また次回このお時間でお会いしましょう。藤本久美でした。バイバーイ。